はい、どうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回はですね、青森県の、木造町っていうところにあります、イチョウが丘公園というところに来ております。で、ここね、夜に来るとね、結構雰囲気のある場所で、いろいろね、例の目撃情報がある公園なんですよ。なんで、今日はこれからね、ちょっと公園周りをぐるっと回ってみたいと思います。それでは、どうぞ。はい、今ね入り口からちょっと入ってきたんですけど、まずね早速トイレがあるんですよ。トイレがあるんですけど、シャッター閉まってますね。ちょっとなのでトイレは見ることできません。ほら見てくださいなんかいい雰囲気してますよね。なんか言ってもおかしくないよな。まあ多分ねこれね、普通の人だったらもうこういう雰囲気で、あ怖い怖いってなるんだろうけど、何分私ちょっと心霊スポット毎週行ってるんで、慣れすぎちゃった感があってちょっとリアクションに困るんですよね。はい、こういったところにベンチとかあるんですけど、ちょっとバケタやってみますか。緑ですね。ここスピリットボックスどうかな。これもしかしたらね、いろんな電波拾っちゃうかもしれない。代わりに民家とか多いから。こんばんは。誰かいますか。あ、なんか今音鳴ったな。なんか今バンって鳴ったね。え、誰ですか。今の女性ですか。女性の方、もしおられましたら、はいとお返事ください。ここにもベンチがあります。ちょっと民家はねなるべく映さないようにしたいんで。なんか色がすごいですねこのグラデーションが、もういかにもって。なんか女性の声がちょいちょい入ってくるけど、女性の方いますか。え？誰ですか？子供の方？お子さんですか？なんか記念碑が建てられてますね。はい？女性の方ですね。女性の方だったらはいとお返事ください。さっき乗っけてドンってなったことなんだろうね。これ多分あれだよね、一応向きかな。すごいこれ、指定文化財すごいな。うわー、でっかい。すごいです。
ですよ。何かが宿ってそうだね。ここに誰かいますか？高尊寺って書いてますね。すごいでっかい木だね。なんかちょろちょろ声が入ってるね。こっちなんだろう。民家か。公園としてのキャパはそんなに大きくないとは思うんです。で、なんでもこの辺に廃校になった小学校があるっていう話なんですよ。で、私まだリサーチ不足で、まだその場所を見つけられてないんですけど、できればね、近いうちにその学校の方も入れたら入りたいなと思ってるんですけど、ユーモアありますね。ん？男性の声だね。誰かおりますか？いたらお返事ください。ブランコです。ん？なんだろう、青いライトがついてるな。カメラ？カメラかな。カメラっぽいな。なんだろう。なんだろう。あ、あれなんだろう。びっくりした。なんか銅像立ってるね。びっくりしたわ。なんだろうこれ。特にね、何もないような気がするな、ここは。そんなさ、怖いあれも感じないし。何も感じないね。まあたださっきスピリットボックスにちょろちょろと反応はあったけれども、特に悪いものとも思えないしな。でもね、さっきね、ちょっと映せなかったんですけど、実はね、私が撮影してる時にパトカー来たんですよ。で、私さっき、撮影してる時、青いライトなんだろうとかって言ったじゃないですか。あれおそらくカメラで撮ってますね。で、なんでこんな公園で撮影し、カメラ、夜のカメラ撮ってるのかっていうと、おそらくね、自殺防止ですね。ここ自殺者多分あったね。よくダムとかでもそうなんですけど、自殺が多いところとかってセンサーつけたりカメラつけたりして人が来ると警察来るようになってるとこあるんですよ。多分そうだと思う。ここもじゃあ戻りましょうか。
はい。今回はね、木造町というところのイチョウが丘公園っていうところに行ってきました。で、まあね、当初から、まあ、あそこには、まあ、例の目撃例があるっていう、そういう話は聞いてたんで、今回行ったわけなんですけど、行って感じたのは、そんなにね、雰囲気的には悪い感じはしなかった。で、周りもね、普通に民家が立ち並んでましたし、怖さレベルで行くとね、そんなに怖くはないと思います。ただ、動画を見てくださった方わかるように、カメラ、あれ多分カメラとセンサーが仕掛けられていたんじゃないかな。で、私がそのエリアに入った、と同時にっていうか入って間もなく、すぐパトカーが来たんですよ。で、私ちょっとね、職質されるのをちょっと覚悟したんですけれども、あえてね、その場で、変な行動とか逃げたりしないで、その場にいたんですよね。いて、あたかも撮影してるっていうのを見せたんですよ。そしたらね、パトカーから降りてくることもなく、そのまま、行ってしまったっていう感じなんで、ただ、あそこに、普段ね、みんなああやって遊ぶ場所の公園に、ああやってカメラなりセンサーなり仕掛けてるっていうことは、おそらくは、あそこで誰か自殺をした人がいるんでしょうね。大概ね、ダムとか、まあ踏切とか、そういったその自殺が多いところ、そういうところにね、最近結構ね、センサーとかカメラ仕掛けてるところ多いんですよ。で、まあ、感知されたと同時に、まあ、警察の方に、まあ、通報か、なんか、信号が入るんでしょうね。で、それで駆けつけたっていう感じだと思います。まあ、とにかく、まあ、職質されなかったからよかったです。で、まあ、ライトの色がね、ちょっとね、それっぽい雰囲気を出してましたんで、やたらと緑が濃い、グラデーションになってましたよね。なので、あれだけでもね、ちょっと雰囲気は出てます。なので、肝試し程度に行きたいっていう方だったら、いいと思います、あそこは。ただ、私のように本当に、もうガチで心霊スポットで、あと、できることなら、霊の姿とか映像とか声とかを撮りたいとかって思ってる私にとっては、まあ、たまにある、あれですね、その、なんだろうな、外れって言ったらおかしいけれども、そういった感じのとこだったんじゃないかな。まあ、恐怖レベル、だらしめんさんみたいに、恐怖レベル10とかで言ったら1とかっていう感じのところでしたね。そんな感じでした。それでは、また。